さん、こんにちは。私の CTS ウィッティのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は5つの言葉の言い換えを学んで、日本語の会話力をアップしていきましょう。特に今日は日常会話でよく使っている言葉をビジネス場面でどの表現に言い換えれるかお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。1番、なるほど。なるほどは相手の意見を聞いて納得している気持ちを表す言葉です。これは目下の人に使う言葉なので注意してください。だったら目上の人に何を使いますか？なるほど、そういうことですね。あるいはおっしゃる通りですね。まさしくおっしゃる通りですね。確かにそうですね。例えば部長のご提案はおっしゃる通りだと思います。はい、2番、大丈夫です。大丈夫という言葉はいろんな場面に使われるので便利な言葉です。固定な意味で話したいときに問題ございません、差し支えありません。例えば7月28日に予定いかがでしょうか？そちらで問題ございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。この後少しお時間をいただいても差し支えないでしょうか？次に否定な場合はお構いなく、お構いなく。3番、結構です。お箸をつけましょうか？いいえ、結構ですよ。ここで結構の意味はいりませんという意味ですね。ビジネス場面ではお構いなく、お構いなくとお気持ちだけいただきます。例えばどうぞ私のことお構いなくお先に行かれてください。明日雨が降りそうなので迎えに行きましょうか？ありがとうございます。お気持ちだけいただきます。4番、知りません、わかりません。これは知らないことを聞かれた時に使える言葉ですね。ビジネス場面では存じておりません、勉強不足で申し訳ございません、不勉強で申し訳ございません。例えば日本の平均寿命わかりますか？申し訳ございません、存じておりません、勉強不足で申し訳ございません、ご教示ください。これを話すと謙遜な気持ちを表せるのでしょう。はい、5番、これは最後です。お金がない、貧乏です。そうですね、日本人はお金の話になると少し話しづらくなります。なのでビジネスの場面でもできれば言い換えの仕方をしています。この場合ではお金がない、貧乏ですの代わりに今持ち合わせがなくて金欠病にかかっていますが言い換えられます。例えば山本さん、今日は仕事の後に一緒にビルでも飲みに行きませんか？そうですね、今は持ち合わせがなくて今日は一緒に行けません。最近貧血病にかかっていますので今日は一緒に行けませんと返事したら良いのでしょうか？今日の5つの言葉の言い換え仕方をお話をしました。皆さんいかがでしょうか？なんかわからないことがあったらコメント欄でお願いいたします。これを覚えて実際のビジネスシーンで使っていきましょうね。次の動画で会いましょう。またね。